クリスマスはもう治療が終わってすぐ外泊させていただいたので、娘の体調があまり良くなかったので、もう帰ってきてからもうずっと寝てたので。難病と闘う娘を見守り続けた去年のクリスマス。そこに大きな大きな贈り物が届きました。クリスマスに、達成することができたっていうのは、一つのプレゼント的なものとして受け止めていいのかなと思ってました。多額の費用がかかる海外での治療に向け、広く呼びかけていた募金が目標金額に到達したのです。こんなこと人生で初めてだから、みんな優しいなって。久保田千尋ちゃん9歳。3歳の時、神経の細胞にできるがん、神経芽腫と診断されました。5歳未満に多く、年間100人から150人ほどが発症するとされる神経芽腫。千尋ちゃんの場合は副腎で発生し、骨髄に転移していました。名古屋大学病院で抗がん剤治療や副腎の摘出手術などを受け、小学校の入学前に退院。しかし去年8月、小学3年生の夏休みに再発を告げられました。なんで病気になっちゃったの、自分だけって泣いて、で、こう大丈夫だよ、大丈夫だよって言ってるけど、心の中で大丈夫って本当に思えてないみたいな自分が、そういうなんか不安がずっとあって。その時はすごいしんどかったです。気持ち的にすごい。千尋ちゃんの神経芽腫は最も治りにくいとされる高リスク群。再発すると確立した治療法はありません。再発した神経芽腫、高リスク神経芽腫を治す方法っていうのがまだ世界中で確立されてないんですね。何としても娘を救いたい。両親は海外で行われている治療法についても調べ、カーティ細胞療法にたどり着きました。患者の血液から取り出した免疫細胞に遺伝子操作を加え、薬として投与することで、がんへの攻撃力を高める治療法で、去年4月、イタリアの病院が臨床試験の結果を発表しました。イタリアで今回出た論文というのは27人の人に治療して、全体の3分の2で治療効果が出て、3分の1の人が完全にがんが消えましたっていう報告をしています。とんでもなく驚くべき成果かなと思いますし、世界中の医師研究者がものすごい期待をこの治療法に持っていることも事実かなと思います。日本では承認されていない治療のため、イタリアに行くしかありませんが、渡航や治療、現地での滞在などに合わせて6000万円以上かかることが分かりました。自分たちでそれを用意できないかっていうのをいろいろトライしてみました。銀行とか金融機関の方にローンを組むことができるかとか、なんかそういう融資をいただけるかどうかといったところだったんですけども、そこは全部断られた。両親はちいちゃんを救う会を立ち上げ、先月15日からクラウドファンディングと銀行振込による寄付を募り始めました。本来だったら多分自分たちでやるべきことなんだと思います。親として情けないっていうのはやっぱありますね。でもやっぱり一緒にいたいから、そのために自分が何ができるだろうって考えたときに、お願いするしかないのかなって。千尋ちゃんが通う埼玉県内の小学校では、クラスメートが話し合って募金箱を作ったり、親戚の子どもが保育園で寄付を呼びかけたりするなど、支援の輪が広がりました。
さらにクラウドファンディングに参加した人たちからは3000件を超える応援メッセージも。同じ子を持つ親として微力ながら力になれれば幸いです。頑張れちーちゃん。イタリアでの治療がうまくいき、千尋ちゃんの笑顔がこの先もずっと続くことを願っています。すごい泣いちゃいましたなんかまあその顔も見えない、こう会ったこともない千尋に対してこう本当親身になって一緒に助けようじゃないけど、そういうふうに言っていただけたのはすごい、なんか自分だったらどうなんだろうって考えた時になかなか簡単にできることじゃないなって。でもそれを今回すごい多くの方がしていただいて、いや本当あったかいなって本当に嬉しかったです。先月末、明大病院を一時退院し埼玉県内の自宅へ戻った千尋ちゃん。メリークリスマス体調が優れない日々が続く中、クリスマスに目標金額の達成というプレゼントが届いたのです。クラウドファンディングと銀行振込を合わせて6664人が利用して支援、目標を上回るおよそ8800万円が集まりました。大きな金額なんですけども、それを短い時間で達成できたといったところは、やっぱそのお一人お一人がその思うだけじゃなくて行動してくださったからだというふうに考えていますので、それはもう本当に感謝しています。集まるんだってびっくりした。こんなこと人生で初めてだから、みんな優しいなって。みんなに何か伝えたいことありますか？早く元気になるから待っててねって伝えたい。おせち料理作りにも挑戦した千尋ちゃん。入院中会えなかった小学校の友達とも再会できました。迎えた2024年、千尋ちゃんが絵馬に書いた願い事は。イタリアの病院ではまず臨床試験に向けた検査を受けることになっています。年明けには再び明大病院に入院し、渡航に問題がないか血液検査などを行いました。おおむね問題ない結果ですね、はい、ちょっと気をつけてイタリア行ってきてね。はい元気で戻ってきます。元気で戻っていきます。はい、ピザ食べてきます。ピザ食べてね、はい、じゃあ待ってるね。うん。今朝の羽田空港、千尋ちゃんの手には闘病中いつもそばにいたぬいぐるみが。ハリネズミのハリちゃん今日どうして持ってきたのかな。力になってきた。初発の時に保育園の先生からいただいたこのぬいぐるみと、ずっと再発してからも病室でね一緒にいて、退院した後もずっと一緒に寝てた存在なので、ね、宝物だよね、姉妹みたいなお父さんは日本で仕事があるため、母の由香子さんと2人でイタリアに向かいます。向こうでやっぱりいろいろと分からないことと苦労することは出てくるかもしれないんですけど、パワーがある子たちなのでちゃんと元気いってくれるかなと思ってます。異国の地で文化だったり言葉の壁だったりっていう、そういう不安はもちろんあるんですけど、皆さんにいただいた支援でこう娘の命をつなぐチャンスをいただけたと思っているので、そのチャンスをきちんと生かせるように。あ
頑張ってくるのでみんな待っててねって伝えたい。みんなで信じて待ってるよ。いってらっしゃい、じいちゃん。